こんにちは、緑川です。今日はね、こちらの、ダイソーさんのね、スクエアの、底糸を使ってね、バッグを編みたいと思います。今日のね、バッグはね、この底に沿った形でこうスマートな感じにして、ショルダー紐も編んで、ちょっとね、お買い物に行くときに、スマホと、お財布とエコバッグ鍵が入るぐらいという感じにねしたいと思っています。この底から膨らむ形ではなくてね、はい、ゆとりはありますが割とまっすぐで長方形な感じにして、同じ糸でねショルダーベルトも編みたいと思っております。はい、ちょっとそこまでのショルダーバッグですね。はい、今日使う糸なんですが、ダイソーさんのリサイクルコットン 100% の極太。はい、このね極太の方をね使いたいと思います。色はね、ローズレッドです。こちらの毛糸は 40g で 40m です。はい。そして、まずね、底板に、編み付けますが、今日はね、一般的に普及しているやり方で、穴のところから細編みをしていく方法でやっていきます。で、まずね、何号でもいいんですが、6号とか7号とかでね、ちょっと細めの針を用意していただいて、ここにね、まずは、土台となる部分を編んでいきますね。はい、それではね、糸始末できる分下げて、まずはね、準備をします。6号や7号で試してね、通しやすい針の大きさで大丈夫です。それから、編み方を説明します。ね、あらかじめ書いていますけれども、このね、四隅には4目編みます。そしてこの真ん中は大体のところでいいので、2目2目というところをね、2箇所編みます。そしてこちらのね、四角の底板には44個の穴がありますが、このね、通りに編んで60目にします。はい、これをね、参考になさってください。もしね、楕円で編むよという方もね、おおよそこんなようにしていただければ大丈夫です。はい、それではね、このね、中心のところ、はい、ここから編んでいきますね。はい、構えたら、このまま入れて、糸をかけて、連れていきます。細編み、糸をかけて連れてきて細編み、はい、そしてね、この角は4目編みます。まずね、この向きのまま2つ編みます。そして少しね、向きを変えて、同じところにね、ちょっと穴が狭くなって編みづらいですけれども、編みますね。はい。この角はね、4目編みます。はい。このね、角には4目編んでいます。はい。そしてこの辺とこの辺で増し目2目編みますね。まずは1目ずつ進めます。ちょっとね、持ち方をこんな風にね、縦にしますね。はい、そして糸をかけて、はい、じゃあこの辺でね、ここ2目編みますね。同じところに2つ編みます。はい、ここでね、はい、ここにね、2目にしましたね。はい、そしてまたね、1目ずつ進めます。このね、長いところ、長いこの一辺はね、少
少しね編みにくいです、はい、焦らずねゆっくり編んでいきましょう。ではね、次のところに2目編みますね。はい、2目にしました。こことここに2目編んでますね。他は1目ずつです。はい、先ほどねメモに書いた通りにしています。この角まで編んでみますね。はい、ではこの角にね4目編みますね。1 2 3 4、ここからスタートして角に4目編んで、この辺りで2目にして1目1目1目また2目1目1目1目4目とね編んだところになります。そして、最終的にね60目にしたいと思います。はいね、今ねこのように、拾い目をしてきました。目数をね必ず数えてね60目になっているかなと確認しましょう。それではね、引き抜きますが、今日の引き抜き方はね、ぜひね、同じようにね、やっていただければと思います。はい。ここにね、しぼさんがあって、ここに1番目の細編みがありますね。この頭、後ろから、はい、頭の下からね、針を出して、ループをかけて、このループをね、後ろへ引っ張り出します。キュッとしますね。はい。それではね、ここで、針を持ち替えます。今ね、引き抜いたというところなんですけれども、はい。このようにね、なっていて、これが60番目で、これが1番目で、今引き抜いたところ。このチラッと見えているこれは、このね、引き抜いたループの糸ですね。はい、ここは目ではありませんね。これが60番目、これが1番目です。私は今日はね、9号を使っています。はい、9号ですね。はい、ではね、鎖1で立ち上がり、軽く引き締めて、1目めに細編みを編みますね。はい、細編みです、はい。ではね、マーカーをつけておきます。1目めの頭にマーカーをつけておきますね。そして細編みをしていきます。この段はね、増し目はありませんので、1目ずつね編んでいきます。ですから目数はねずっと60目です。はい、角を曲がって編みにくくなったらこのようにね持って編んでいきますね。このようにね、前の段の1目に1つずつ、まずは細編みを編んでいきます。はい、今ね、細編みをね、編んできました。増し目をもうしていませんからね、60目です。そして引き抜き方はね、先ほどと同じです。もう一度ね、やってみますね。マークをしていたところ、はい。裏の方から表に針を出して、ループをかけて、ループを後ろへ連れて行って、ここでね、キュッとして、最後の60番目の細編みと1番目の頭がね、くっついて、間にね、このループの糸がチラッと見えるっていうね、見た目になりますね。そして、次の段も同じです。
鎖1で立ち上がり軽く引き締めたら1目めからまたね細編みをしていきます。このようにね段を重ねていきます。見た目がね、もうちょっとね細編みの段が欲しいのでこれをね何回か繰り返して、編んできますね。はい、私はね広い目の段をした後に4段目までね編んだところになります。はい、こんな感じになっていますね。そして、次からはね模様編みをしていきたいと思います。それではね、1目めをね長編みで編みたいと思います。はい、ここがね1目めです。ちょっと小さくなっているのでちょっとね広げておきます。ではね長編みです。糸を伸ばしてそして押さえて回して押さえます。そしてこのね1目めのところに針を入れ上糸をかけて上糸を連れて出てきます。はい。このようなね、見た目になります。長編みをします。かけて、最初は輪っかがあるから輪をくぐり、次は輪がないので糸の下を通って上に伸ばします。そして、かけて、引き抜きます。これでね、長編みができました。必ずマーカーをつけておきます。はい。そして次はね、2目スキップします。はい。1、2スキップして、長編みをします。はい。そして、鎖編み1つして、同じところに長編みです。はい、ここね鎖一目の模様になりますね。はい、これをね繰り返していきます。1、2スキップして V ステッチをします。長編み鎖1長編み1、2スキップして長編み鎖1長編み細編みを2目スキップしています。 1,2 スキップ長編み鎖1つ長編み、はい、この段をねこのように編んでいきます。V ステッチの段ね、ここまで編んできました。そしてね、残り2目になっていると思います。そして、最初に編んだね、マーカーをつけたところ、はい、こことね、同じところに最後の長編みを1つね、編みます。ちょっとね、針が入れにくいんですが、最初の長編みと最後の長編みで V ステッチができるということになりますね。はい。ではね、ここのところは、細編みで終わりますね。マーカーを外して、マーカーをしていたところに針を入れ、細編みを編みます。はい。細編みを編んだところが鎖一目分とカウントしますね。そして、このようなね、見た目になっています。ではね、次の段を編んでいきますね。はい、またね、さっきと同じです。長編み1目で立ち上がります。細編みの下のこの隙間、ここにね、長編みを1目編みますね。押さえて、回して、押さえて、はい、長編みをします。はい、1目編んだらマーカーつけておきますね。前の段と全く同じように今ね、編みました。そしてこれは1目めは V ステッチの左半分です。はい。次に進みます。このね、隙間に V ステッチを作ります。はい。V ステッチの上に V ステッチを積み重ねますね。底に針を入れ、
長編み、鎖、長編み、はい、はい、ここに、ね、V ステッチができました、はい、これをね繰り返していくということになります。V ステッチの上に V ステッチを積み重ねるように編んでいきますね、はい、ポイントはねここのところです。最初の前の段のところでも左1本編んで次に進んだんですが、ここも同じですね。1目目長編みで編んだらすぐ次に行きました。ここは、半分だけ、左半分だけなので最後にここに編むということになりますね。ではねここまで編んできますね。はい、V ステッチをね編んできました。今ね V ができたところです。そして先ほどと同じようにね、最後の長編みは最初の長編みと同じ根元に針を入れますから、こちらのね V ステッチ、はい、マーカーがついている長編みの根元と同じところに長編みをしますね。はい、そして今編んだ長編みで V ステッチができています。そして最後は細編み1目で終わるでしたね。マーカーを外してマーカーをしていたところに針を入れ、細編みを編んで鎖一目とします、はい、そして次の段ね、前と同じ方法です。また長編みを一目編みますね。下の今できたばかりの隙間に針を入れ、長編みを編んだらマーカーをして、はい、V ステッチの左半分ですから次にすぐ進みます。ね、はい、はい、このようにね、最初に一目編んで、あとは V ステッチを重ねていきます。はい、そしてこの方法でね、V ステッチをどんどん編んでいきます。お好きな長さまでね、編んでいくことになります。それからこのね、私は細編みを拾い目をして次の段4段細編みを編んでいますが、この段数もね特にね決まりがあるわけではありませんのでね、お好みの段数で大丈夫です。はい、そしてこの V ステッチはね、3目で1模様ですから、今日はね60目になっていますのでぴったりね終わると思います。そして動画の始めに申し上げたようにね、今日のはねこうちょっとそこまで行く時の、ショルダーバッグにしたいので膨らみがありませんね。はい、このね底板から大きく膨らむということがなく、そして突っ張りがないように適宜増し目をしてね60目で進めていますので、ふんわりねこのようにねなっていくと思います。はい、それではねこの V ステッチの編み方でしばらくねお好きな長さまで何段でもね、はい、好きなように編んでいくということになります。はい、バッグのね側面をこのようにね編んできました。段数を数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、私はね V ステッチの段10段分編んでおりました。およその長さはね20センチですね。 V ステッチの部分はおよそ20センチです。これはねお好み、はい、や入れるものによってねお好きな長さまで編んでいくということになります。それではね、この後なんですが、編み始めの細編み4段と同じようにね、ここも4段分縁編みをしたいと思います。そして今ここはね、一番最後のね、長編みを編んだところで、こちら側が1目目です。はい。そしてここの割り方はね、鎖1をして引き抜きます。はい。鎖1をしておいて、1目目の長編みのところに針を入れ、ループを後ろへ連れて行ってキュッとしますね。はい、そしてここから細編みをしていきます。鎖1で立ち上がり、はい、先ほどの1目目の長編みのところに細編み、はい、そして次の長編みに細編み、そしてここはね側にとって大丈夫ですので細編み、はい、1目に1つずつ細編みです。ですからねここも60目ということになりますね。ここは側にとって、は
はい、そして、このね下の4段と同じようにこちらも4段編んで終わるということにねしたいと思います。はい、縁編みをね細編みで4段しまして、糸始末をね済ませたところになります。はい、糸始末ね綺麗にしてしまいました。とってもね可愛いバッグになってきましたね。はい、そしてこうスペースが大きいのでねある程度伸縮しますのでね、はい、意外とね小ぶりだけど物はね結構入るかなと思います。エコバッグをね入れたいなと思ったのでね、はい、これぐらいのねサイズにいたしました。そして今回は私はこれをね、お買い物に行くときとかね、お財布、それからスマホ、エコバッグ、はい、鍵などをね入れるのに使いたくて割とこう見た目小ぶりにしたんですが、今回はねショルダーバッグにしたいと思って、はい、いますね。そして、直接ねここに編みつけて始めようかなと思います。はい、一番ね簡単で丈夫な、やり方という感じです。はい、そして、真ん中のところ、はい、を見つけてやっていきますね。はい、はい、真っ赤のところは、はい、目印につけたんですけれども、ここからね4目分で、はい、ちょっとねやってみたいと思います。まずは糸始末できる分十分に下げておいて準備をしますね。はい、そしてここからと決めたところに細編みをしていきます。はい、私は今ね4目編みましたけれども、これはねお好みなので、はい、5目とかでもねちょっと幅広がいいという方はね5目とかでもいいのかなと思います。そしてだいたいこのね幅の真ん中にあるかなっていうのをね確認しておきます。はい、そしていいなと思ったら往復編みで、ずっとね編んでいきますね。はい、私がね、4目の幅で編んでいて、およそね 3.5 センチになっております。はい、編んでいる糸によってね目数は違っても大丈夫ですので、このねマチのところの真ん中あたりにね、来るようにというふうに考えてね編んでいくといいのかなと思います。はい、そして、肩に実際ね、かけて仮に、留めてね長さを確認します。それから毛糸ですのでね、編み地は、伸びるということが、はい、ありますので、紐もね、あまり、あらかじめ長すぎるとね、多少伸びてね、長すぎるということになりますので、はい、編むときはね、割としっかりめに編んでいただいて、そろそろかな、となりましたらね、試着をして、良い長さを決めていくことになります。はい、それではね、私も斜め掛けできるようにね、編んでいきますね。はい、ショルダーのねベルト部分を編んできたところです。片側がね48センチだから96センチ、はい、96センチ分です。そして、これからね荷物を入れたり使っているうちにここが伸びますので、あらかじめね、長すぎない方がいいかなと思いますね。はい。それではね、これを、はい、こちら側にね、つないでいきたいと思います。はい。それではね、糸始末できる分ね、残してカットします。はい。最後のところ、くぐらせて、キュッとね、絞ります。そして、ねじれがないようにね確認して閉じていきますけれども、
このようにね、あらかじめ、はい、印をつけておきます。マーカーとマーカーの間がね、4目分です。はい、そしてね、このように閉じてね、いきたいと思います。そして、このね、細編みの頭の2本、こちらも2本をね、全部すくって閉じていきたいと思います。まずね、この最初のところ、はい。そして、この端ね、もう一回くぐっておきます。はい、表からね、確認しておきます。はい、そして、次の2番目の細編みの頭で4本ね、針の上に通っていますね。しっかり引き締めながらやっていきます。はい、そして4番目はやはりね、2回分足します。はい、表から見た目このようにね、綺麗になっていると思います。はい、それではね、マーカーを外して、あとはね、糸始末をしていきます。はい、丁寧にね、やっていきますね。このようにね、しっかり上げ合わせをしておけばね、安心して荷物をね、入れられると思います。はい、可愛くね、なってきましたね。それから、編み始めのね、この糸も、ここの内側の方にね、糸始末をしていきます。はい、バッグの方ね、このようになりました。そしてね、ここでね、マグネットホックをつけるのもね、もちろんいいと思うんですが、私今回ね、巾着タイプにしてみようと思います。はい、これはね、お好みです。これでもね、マグネットホックでも完璧だと思いますし、私は今回ね、ここの V ステッチの一番上の段にね、紐を通していこうと思います。こんな感じでね、はい、このようなね、感じで一周ね、通したいと思います。はい、このようなね、感じで通してきて、はい、ここでね、出会いました。そしてね、これを輪にしますが、このね、一本をします。これね、編み始めのところに通します。はい、そして、ここでね、一回こう結びたいと思うんですね。はい、このままね、根元の方で今のをもう一回しますね。はい、一本ずつしっかり引っ張ります。はい、
このようなね、見た目になります。はい、ではね、反対側も同じところをね、通していきます。はい、ちょっとそこまでの、ショルダーバッグね、完成いたしました。はい、この針ね、両側にね、紐をつけました。ここのところはね、少し短めに3センチほどにカットしましたが、お好みでビーズをつけたりとか、タッセルをつけたりなどね、アレンジもできるかなと思います。はい。このようなね、感じで。そしてここのね、横幅を測ってみますね。はい。およそ21センチ程度になっております。だからね、全体の高さ、はい、およそになりますけれども、25センチほどになっております。はい。スマホとかね、長財布も、はい、立ててね、余裕で入るかなと思います。エコバッグやね、コンビニの袋なんかもね、入れられるサイズになったかなと思います。はい。くったりしてね、すごい可愛いですし、色がね、はい、このピンクね、とっても可愛かったですね。そして、お材料なんですけれども、こちら最後の玉ね、割と、はい、残ってるんですが、5玉目までね、来ました。はい、4個だとね、ちょっと足りなかったので、5玉使いました。こちらの糸はね、はい、ダイソーさんのリサイクルコットン、極太とローズレッド、40g、40m になっております。例えばね、他の細めの糸で編むんだったら、例えばね、2本取りとか3本取りということもね、できるかなと思います。底板にこう、広めがね、できるかどうか確認して、糸を決めいただければと思います。あと、リサイクルコットンの普通タイプの糸を2本取りでするっていうね、アレンジもできるのかなと思います。はい。思い思いの糸でね、春らしいこのね、ショルダーバッグ、皆様にも編んでいただけたら嬉しいです。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。今日のバッグいかがだったでしょうか？編んでみようかなと思っていただきましたら、ぜひ、高評価、いいねボタンをお願いいたします。また、リカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しております。ぜひ、この機会にチャンネルのご登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。